だか今までの緊張が一気に緩んだような、そんな和やかなムードでしたね。それでは次です。昭和40年代、当時の若者の心をつかみ一世を風靡したのが歌声喫茶。その歌声喫茶をモノレールの中で再現した歌声モノレールが18日開催されました。歌声モノレールはみんなで歌いながら青春時代を思い出し、楽しいひとときを過ごしてもらおうという催しです。3年前にスタートした当初から毎回定員を超える申し込みがある千葉モノレール人気のイベントです。この日11時過ぎに新型車両アーガンフライヤーに乗り込んだ一行は千葉港駅を出発して県庁前に向かいました。今回は市内の音楽教室で指導する傍ら、自らも数多くのコンサートに出演している劉よし子さんが歌声リーダーを務めました。参加者が手にした歌集の中には春の小川、青い山岳、高原列車は行くなど50曲が収められています。参加した人は気持ちよさそうに歌ったり、合間には劉さんとおしゃべりを楽しんだりと、車内は和やかな雰囲気に包まれました。上空の散歩を楽しみながら歌うというモノレールならではのイベントとあって、市原や成田など千葉市内から参加する人の姿も見られました。千葉モノレールでは歌声モノレールの企画が参加者に好評なことから、今後も続けていきたいとしています。